結果を出すことが得意な金工西野さんから長い間質問量も十分すぎるほどのアドバイスをもらえてるであろうショールーム前田さんの経営がうまくいかず、石原さんに振られたのはなんで？まあ、金工西野さんがどうこうは置いといて、社長が本を書くと大体その会社うまくいかなくなるの法則って結構僕前から言ってるんですけど、結構当たるんですよね、これ。まあ、ニコニコも川上さんが本出したっていうのもあって 結局社会に対する接点っていうのが会社である人って多いんですよね。要は会社の経営ってそんなに頑張んなくてもいいものなんですよ。まあ、人間の使えるお金の金額ってたかが知れてて、で、何十億とか儲けても別にそんなにじゃあ自分が使えるわけでもないんですよね。会社の規模が大きくなったとしても。でもなんか自分が認めてほしいとか、あの会社より大きな規模になりたいとか、自分の承認欲求を会社の成長とリンクさせる経営者ってすげえ会社伸ばすんですよ。だから三木谷さんとかも会社の数字を伸ばすこと自体が目的になってて、もうお金が欲しいとかじゃないと思うんですよね。まあ孫さんとかも。なので、承認欲求イコール会社の規模になってる経営者って男性に多いんですよ。女性でそのタイプってほとんどいないんですよね。女性の場合って、ある程度会社がうまくいくと満足しちゃって、会社の成長と自分の承認欲求がリンクしなくなっちゃうんですよ。なので、割と会社手放しちゃったりとか、社長を任しちゃったりって女性はしがちなんですけど、で、まあ話戻して。で、本書くと、会社じゃなくて、その本が評価されちゃうんですよ。なんか、要は、会社でうまくいかなくても本を書くことで、あ、すごい文章を書ける人なんですねって言って、会社経営者として呼ばれるんじゃなくて、著者として、じゃあ講演お願いしますとか、あの本を書いた何々さんですっていうので、本人が評価される状態になっちゃうんですよ。なので、本人が評価されることの方が、会社を評価されることより幸せなんですよね。要は自分が評価してもらえないけど、会社が評価されてるから、自分も評価されてると思ってたのに、自分自身が評価されるようになると、あ、それでいいじゃん、これ超楽しいってなって、本を書くとか、講演をやるとか、新しい本を書き続けるとか、要は、自分のアウトプットを出して自分自身が評価される方に時間だったりを費やすようになっちゃうんですよ。で、結果として会社の事業が後回しになるっていうのがあるので、で、まあ、大体じゃあ本うまくいくと、じゃあなんか連載のお願いとか来たりとか、じゃあなんか定期的な番組に出てくださいみたいになっちゃって、会社の事業よりも定期的な番組に出るっていう方が重要になっちゃうんですよね。で、会社ってやってると、突発的なトラブルっていつ何時起こるかわかんないんですよ。で、でも、じゃあ定期的ななんか、じゃあ週に1回この番組に出てますっていう会社経営者になると、その番組に出てる最中、会社で起きたトラブルは無反応になるんですよ。で、そうすると、会社のスタッフは、え、これこんなに大事なことが起きてるのに、お前あの番組撮るの？ってなると、会社のスタッフはモチベーション下がるんですよ。うまくいってる会社って、トラブルが起きたとしても、そのスタッフが自分のことだと思って本気で対処してくれるんですよね。だからなんかじゃあ本当は自分の家に帰って、なんかその奥さんのなんか誕生日プレゼント渡さなきゃいけないけど、会社でトラブルが起きてるから今帰れないよって言って、自分の要はプライベートを犠牲にしてスタッフが動いたりするんですけど、社長が全然関係ないところで講演会やってチヤホヤされてるの見たら、え、じゃあ俺帰るわってなるじゃないですか。なんか芸能人となんか合コンがあるから、俺ちょっとそっち重要だから芸能人合コン行くわってなったら、いや、会社大事でしょってスタッフがならないんですよ。っていうそのモラルも下がるっていうのがあって、なので社長として評価されるっていうのが増えれば増えるほど会社の成長って遅くなるんですよ。なのでね、夏野さんがアベマ TV とか出てる場合じゃないんじゃないのとか僕は思うんですけど。はい。まあまあ。ただ、要は本人が評価されるっていうことの方が、やっぱり幸せを感じる人っていうのは、まあ普通なんで、経営者にそういうのを与えてしまうと、まあ経営はおざなりになってしまうよね、と思います。はい。